こんにちは、レイセンです。今日は3月5日土曜日です。実験生活1420日目。大体のりと夏目と豆乳で生活実験22日目です。天気は晴れ。現在時刻は午前10時53分ですね。で、まあ、今日からっていうか、まあ今週だけど。今週は、ようやくね、ようやく目処がついたっていうか、仕上がった不老不死メソッドっていうかな。まあ、ほぼほぼこれでいいんじゃないかな。あと、細かくなんか調整とかね、夏目の量とかね、微調整がちょっとあるかもしれんけど。豆乳2キロ。で、あと、海苔だね。干し海苔15枚。と、夏目、まあ、50から80個ですね。と、まあ、水、生水でやるっていう形。これだね、これ。これが、まあ、不老不死メソッド。なんだけど。もう完成でいいと思う、おそらくね。これだったら仕事をしながらね、やっていける。で、まあ、今週だね。今週はこれだね、これで。これで、とにかく1週間またやるって形ですね。ずっと続ける。まあ、今週だけじゃなくって、今後ずっとね。ずっとこれでやっていこうと思っています。夏目の量だけは、まあちょっとね、今80個取ってるんだけど、どんどんちょっと減らしていって、まあ、50個ぐらいでできるようにしていきたいんだけど、まあ、今週中に50個になるかどうかは、まあならんかな。そんなに早くやらなくてもいいと思うし。ただ休みの日とかは、なるべくちょっとね、少ない量でやりたいなと思ってるところです。まあそんな感じで、まあ今週もね、のりとなすめと豆乳でやっていきます。で、一応今日、参考寺だね、参考寺に行って、お札をちょっとね、まあ受けてくるもんで、受けてくるっていうか、この間参考寺行ったじゃんね。で、その時に、まあ3月1日以降でね、お札、まあもう一回取り来てくださいみたいな言われてたんで、まあ今日行ってこようと思っています。あと、海苔を、まあ、200万円ほどね、買う予定です。そんだけかな。また1週間ね、1週間、やっていきます。したら始めていきます。今日も、まあ、休みの日だけど、同じだね、内容同じです。まあ、水を豆乳ですね。豆乳1キロ。と、あと、海苔ですね。黒海苔。これはまあ、1日15枚ですね。朝、昼、晩5枚ずつ。あと、夏目ですね。夏目。これね。まあ、40個ずつね。朝から夕方まで40個。で、夜40個。計80個。まあ、減らせそうだったらもうちょっと少なめにやる予定です。これで、まあ、やっていきます。豆乳は、まあ、2キロですね。朝夕で1キロ。夜1キロってとこです。まあ、ちょっと取って、少しゆっくりしたら、参考寺に行くんで。で、まあ、買い出し、祈りの買い出しもついでにね。そしたら、まあそんな感じで進めていきます。今帰ってきました。3時間かかったな。行って帰ってきて、お札受けてきたんだけど、まあ疲れたもんで、まあ海苔はまた今度ですね。海苔の買い出しって。一応まだ1週間分持つぐらいはあるもんで、海苔。なんで、まあいいかってとこですね。で、まあさすがにちょっと疲れたもんで、しばらく休憩ですね。一応今日少しぐらいはね、編集作業やりたいなと思ってるとこです。まあ今日はまず終わらんな。編集は終わらん。まあ明日1日かけて、まあギリギリ終わるかなってとこですね。したらゆっくりします。今日の結果報告です。3月5日土曜日、実験生活1420日目。大体海苔と夏目と豆乳で生活実験22日目ですね。天気晴れ、睡眠時間は6時間。
夜中深夜0時から5時までの、朝5時だね、までの5時間と、あと夜に1時間ぐらい、多分ね、多分1時間ぐらいだと思うんだけど、寝ちゃってるんで、うん、で、6時間ってところです。ジョギング朝5キロ。で、ウェイトトレーニングはなしです。ジョギングの時に懸垂ですね。10回やれた。やっぱ仕事で重いもん持ってるもんで、それで筋肉ついてきてるんかな。ねえ。全然、懸垂とかやってないのに10回いきなりできるようになってたね。びっくりした。ちょっと前だと7回が限界だったじゃん。ジョギングの時に懸垂やるけどさ、7回は限界だったんだけど、今日10回なんだよ、うん、やっぱ仕事でね、やっぱ重いもの持つっていうのがまあ生きてるのかなってとこです。で、あ、まあ行きに10回懸垂して帰ってきてから裏懸垂ですね、10回、まあ計20回ってところです、懸垂はね。で、飲食、飲んだものが豆乳2キロ、あと水300ミリで、固形物が星の絵15枚と夏目40個。まあ、160g ぐらいってところです。今日夏目少ないんだよ。うん。80個も取ってないんでね。半分の量で済んでるって。尿回数5回ですね。5回。で、濃さ薄め量平均的。大便なしですね。今日は大便出てないです。で、おなら時々ありで、匂いはそこそこ臭いってところです。うん、今日、おなら時々あり、うん。家に帰ってきてからは、ほとんどないかな、でも、うん。日中出かけてる時、走ってる最中とかね。ちょっとおなら出たりしてたけど。うん、まあ、おならの回数なんか少なくなってきたね、うん。割と落ち着いてきた。まあ、今日は夏目の量が少ないんでね。まあ、その辺もあるかなってとこです。で、今日の気づき。まずね、髪の毛が食べすぎると柔らかくなるって話したじゃん。あれすぐに柔らかくなるんだわ。で、まあ一日のね、総量が多いと柔らかくなるってわけではなくて、一回のね、短い時間で一度に食べる量が多いと、お腹が膨れるじゃん。膨れると柔らかくなるんだよ。うん。一回の量だね。一回の量が、多いとダメっていうのかな。うん、なので、お腹を膨らませない。だから腹5分目ぐらいにしとくとかね。腹3分目ぐらいにしとくとかね。うん、だからお腹を腹10分目とかにしちゃうと、もうお腹いっぱいみたいな状態にしちゃうと、髪が一気にね、柔らかくなるもんで、まあ、そうするともう老化のサインっていうのかな。うん、良くないっていうサインだね。髪はちょっとね、やっぱ硬くて腰があるぐらいじゃないとね、で、それはね、食べすぎるとダメなんだよ。興味もよくわかった。うん。まあね、豆乳とか、ね、結構ガブ飲みしちゃって、その後に、ね、夏目とか食べたりするとね、まあ、すぐお腹いっぱいになって膨れちゃうんだよ。腹十分目みたいな感じになっちゃうんでね。まあそうすると良くないなーっていうとこですね。うん。まあそれぐらいかな。うん。今後は、まあ、なるべくね、ちょこちょこ少ない量でやるっていうね。で、腹はあまり膨らませないようにして過ごすっていう。まあ、そういう進め方でやろうかな。前、若返った時もね、ちょこっと食べて、で、空腹感が出てきたらまたちょこっと食べて、あ、飲んでたな。その頃は絶食だったで、飲んでたね。ちょこっと飲んで、で、まあ、空腹になったらまたちょこっと飲んで、ってやってた。そうするといい感じに若返った時があったんだけど。なんで、まあ、取る時はちょこっとなんだよね。ちょこっと取るっていう。だけどね、気が緩んでるとね、ちょこっとじゃ済まないんだよね。そのまま、なんか、食べ続けちゃうっていうのかな。お腹いっぱいになるまでね。うん、まあ、そんなところです。今日それぐらいですね。で、明日は、今日結局ね、編集作業全くやれなかったんで、全く手つけてないですね。うん、先週の1週間分のね、動画の編集作業。今日半分ぐらいやらないとなと思ってたんだけど、全くできんかったね。まあ、参考時行ってたよな。あれで疲れちゃってた。
なんで、明日だね、明日も朝からね、朝から編集作業ちょこ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 やりつつ、やって休憩して、やって休憩して、みたいな感じで。で、もしかしたら明日終わらんかもしれないんで、編集が。まあ、そしたら、平日だね、仕事が終わって帰ってきてから、まあ、ちょこっと編集するみたいなことが必要になるかもしれないですね。もしかしたらね、明日で終わらんかったらね。まあそんな感じで明日はちょっと編集作業をね、メインでやっていこうと思ってます。特に出かける用事もないと思ったんで。うん、で、撮るものは一緒だね。まあ今日と一緒っていうか、まあここ最近のまあパターンっていうか、やり方っていうか。まあ、豆乳2キロと、あと星のり15枚と夏目。夏目はまあ80個まで。できたら今日と同じ40個ぐらいでやりたいなって思ってるところです。うん、まあ、今後夏目の量は減らしていきたいんでね。まあ、休みの日ぐらいは運動量がそう多いわけじゃないし、仕事とは違うもんで。なんで、まあ少ない量でやるいい機会ではあるんだよね。うん、だ仕事の時はね、まあ下手に減らすとね、ちょっとエネルギー不足に陥っちゃう可能性があるんでね。まあそんなところです。なんで、まあ今日と同じような感じで、同じ量でやる予定です。明日はね。そんだけかな。もう10時半なんで、もうそろそろ寝ないとね。うん、この、まあ10時か10時半ぐらいに寝て、朝5時に起きるっていう、このパターンだね。このパターンはちょっと守っていきたいんでね。っていうところです。そんだけですね。そしたらおやすみなさい。おはようございます。今日は3月6日日曜日ですね。で、今午前5時に起きて、でストレッチやって、シャワー浴びて、で神棚やってから、あ、神棚やる前だな、神棚やる前に昨日参考辞で受けたお札ですね、お札を、まあ、お祭り神棚と、あと、もう一枚ね、別のものがあるんだけど。まあ、それをお祭りするために、まあ、ちょっといろいろね、家具動かしたりとかしてたんで、向きがあるもんで。一つは神棚で、三者作りだもんでね、向かって左側のところに、まあ、収めて、で、その後、ね、お供え物をやって、って。うん。で、私の場合は、死んだ霊がついてたもんで、な、資料用の、まあ、お札ってのが別にあるんだけど、うん、それ一週間お参りして、その後に、まあ、海に流すっていうね。で、まあ、水に溶ける素材でできてるもんで、まあ、気にせず海に流してくださいってやつ。うん、それ一週間お参りするのに、まあ、南か東の方を向けるっていうのがあるもん。まあ、それでちょっと家具を動かしとったよね。まあ、もともと、その、熊野那智大社のね、やつもあったもんで、まあ、まあ、この機に、この機会にちょっとね、移動させたってとこです。うん、それやってたね。で、まあ、あとはお酒だね。お酒をちょっと新しく、まあ、買ってきて、お供えしようかなと。で、まあ今日買い出し行かないつもりだったんだけど、まあちょっとお酒と、あと榊ですね。榊向かって左側の榊がもうちょっと傷んできてるんで。うん。で、まあ榊もちょっと買ってこようかなって。で、あとマッサージやって、で洗濯物干してってところかな。です。
で、今日もまあ同じですね。豆乳。このいつものね、豆蔵豆乳。これまあ2キロぐらい取って、で、あとまあ水、神社の井戸水と、と海苔ですね。海苔、まあ1日15枚、朝昼晩5枚ずつ取って、あと夏目ですね。昨日 40g だったけどね、今日は多分ずっと家にいるんでね、80ぐらいは取っちゃうんじゃないかなと。まあ夏目80個。まあこの辺でやる予定です。夏目はまあ少ない量でやれそうだったら少ない量でやるけど、まあ無理はしないんで、まあ80個以内ですね。80個を超えるようにはまあしない予定です。そんだけかな。うん。したら、今からちょっとまあゆっくりして、7時だよね。お店が10時ぐらいに開くもんで、10時に開いたらお酒と榊をね、ちょっと買ってくるんで。まあ、あと午前中にできたら編集作業をね、半分ぐらいは。まあ、1時間ぐらいは終わらせたいとこですけどね。そしたら、まあ、ゆっくりします。ちょっと寝ちゃった、うん、で今深夜0時ですね、うん、で結果報告3月6日日曜日の結果報告がまだしてないもんで今からちょっとしちゃいます。実験生活1421日目ですね。大体海苔と夏目と豆乳で生活実験23日目です。天気晴れ、睡眠時間が9時間半、まあ大体だけど、前日の午後10時半から今日の午前5時までの6時間半と、あと夜に3時間ぐらい寝ちゃってるんで、適当だけど、合わせて3時間ぐらい。うん、まあ9時間半ってとこですね。で、ジョギングなし、ウエイトトレーニングなしです。あと飲食の方が飲んだもの、まず豆乳2キロですね。あと水600。で、固形物が星のり15枚と夏目80個ってところです。今日は一応80個でやれた。夜もうちょっと食べちゃおうかなと思ったけどね。あと20個ぐらい。結局、まあ寝たもんで食べずに済んだんだけど。まあ椅子で寝ちゃったね、椅子で。で尿回数9回で出て、濃さ薄め、量平均的。大便が1回だけ出てます。お昼頃。で、色ヘドロ色、チューブ糖40センチ、柔らかめで匂いは結構臭いってところです。うん、チューブ糖バナナ状で40センチですね、うん。昨日は出てなかったんで、うん、まあ今日出てよかったかなと。で、おなら時々ありで匂いはかなり臭いってところです。相変わらず夏目食べた時の臭いおならが出るね。うん、まあ、朝、午前中はそんな臭いおなら出てなかったんだけど、午後からかな。夏目をたくさん食べてからですね。食べてから臭いおなら出てますね。で、今日の気づき。まあ、朝、買い出しで、一応お供え用のお酒ですね。720ミリを2本。ね、2本。うん、と、あと、榊を買ってます。それはもうお供え済みっていうか。で、夏目ですね。夏目はね、なんか今日ね、食べ過ぎなのかね、胸のこの辺ですね。この辺になんか微妙になんか圧迫感みたいなものが出たね。なんか栄養過多の時の症状なのかな。
なんか、多分夏目だと思う。夏目を食べてからなんで、食べてから出てるんで、多分夏目だと思うんだけど。なんか微妙にね、微妙に、消えたけどね。まあ、すぐ消えたんだけど。ちょっと気になったってとこですね。なので、もしかしたらね、もしかしたら夏目はあんまりたくさん食べるとね、胸に圧迫感が出てくるっていうね。まあ、そういう話ですね。今まで結構な量食べてたけど、そんなになんか何も問題なかったんで、夏目はまあ大丈夫なんだっていう認識でいたけどね。でも蓄積されてくるとね、たくさん食べるっていうのがね、まあ一度の食べる量があんまり多いとさ、そうするとまあ出てくるのかなってとこですね。まあそんな感じ。まあその辺もちょっと今後ね、実験でもうちょっとね、見ていこうかなと思っています。今日はそんなところです。明日は仕事なんでね、まあいつも通りですね。豆乳2キロと、まあ海苔15枚ですね。全形15枚と、あと夏目をまあ80個でとりあえずやる。夏目はまあ減らせられたら減らしていきたいなと思ってる。まあ無理せずね、ゆっくり。ゆっくりゆっくりやっていきます、ゆっくりゆっくりやっていくっていうか、ゆっくりゆっくり減らしていくっていうところですね。まあしばらく80個でもいいかなで、まあそのうちね、やってたらそのうちもう80もいらないっていうね、思うようになってくると思うんで、そしたらまあ自然とね、自然とまあ減っていくだろうっていうところです。そんだけですね。とりあえず今はもうその豆乳と星のりと夏目ですね。これだけでやるっていうね。これだけでもうずっと続けるっていうね。そこを一番大事にしていきたいんで。で、なおかつまあ量を減らしていくっていうね。そんなところかな。ちょっと中途半端な時間に寝ちゃったんでね。だけどもう寝ないとまずいんで、5時起きなんでね。そんだけです。そしたらおやすみなさい。おはようございます。今3月7日ですね。5時に起きて、でシャワー浴び、あれだ、柔軟やって、でシャワー浴びて、で洗濯機回して、でマッサージだね。マッサージしたとこです。で今日は仕事の日だもんで、持ってくのは豆蔵豆乳ですね。これ1キロと、あと海苔10枚と夏目40個、これでやっていきます。で、まあ、いつも通り6時15分には出るんで、まあ準備していっていきます。今仕事から帰ってきて、シャワー浴びて、マッサージだね、やったとこですね。で今からちょっとね、帰りにお豆腐屋さん寄って、これね、至高の豆ってやつ、これ塀がお勤め品で100円だったんだよ。なんか本当は豆乳買いにね行ったんだけど、豆乳売ってなくって、完全に売り切りだったんだよ。で、あー豆腐久しぶりに食べたいなとか思ったら100円だったんだよね。100円のがあってさ、で買っちゃった。今からちょっとこれ食べて、であと豆蔵の豆乳ですね、これ1キロと、あと海苔ですね、海苔、黒海苔、これを5枚ですね。5枚、今日ね朝は5枚だったんだけど、昼だね、昼はね4枚しか食べれんっていうか、4枚しかなかった。これさ、こう10枚ずつ折りたたんであるんだよ。10枚ずつ組んであるっていうか、10枚で、まあ、ワンセットっていうか、2つ折りにしてあるんだけど、で、それが10束っていうかな。で、100なんだけど、10パーでよかったかな。で、100なんだけど。だけどね、10枚入ってなかったんだよ。9枚しか入ってなかった。
これだもんで、ね、昼4枚だったんで、4枚、うん。まあ夜はね、夜は5枚取るけどさ。うん、で、あと夏目ですね。夏目。夏目がね、40個仕事に持ってったんだけど、こんだけ残ってんだよ。8個残ってんね。なんで、まあ32個だな。32個食べた。うん、こっちは、あれ、これ100均のやつだけど。うん、これね、種ですね。うん、これはあのジップロックだね、うん、ジップロックのここのやつがなんか、うん、外れちゃったっていうか切れちゃった、うん、なんで、まあ、これプラス40個ですね。まあそんなにいらんかったら減らすけど、うん、そんな感じ。それでやっていきます。で、石川の豆腐はこれだね、すき焼きのタレで食べていきます。もちろん海苔もすき焼きのタレですけどね、うん、そんだけかな。うん、したらまあゆっくりします。今2時間ぐらい寝ちゃったと思う、多分ね。なんか9時半ぐらい寝た気がするんだけどな。で、11時半までですね、うん。で、今日の結果報告ですね。まで出なかったんで。3月7日ですね。3月7日。月曜日。実験生活1422日目。大体のりと夏目と豆乳で生活実験24日目です。天気晴れ。睡眠時間7時間。夜中深夜0時から5時までの5時間と、さっき寝ちゃった2時間、合わせて7時間。で、ジョギングなし、ウェイトトレーニングなしです。で、飲食。まず飲んだものが豆乳2キロ。あと水1100ミリですね。まあ、そのうち300はまだ冷蔵庫に残ってるんだけど。で、それプラス固形物が、干し海苔、黒海苔ですね。14枚。で、夏目63個。グラムで 252g。まあ大体ですけどね。で、木綿豆腐 450g ってところです。夏目はね、2回目40個入れたんだけど、17個残ってたもんで。まだね。17個残ってんだわ。逆算で、まあ、63個ってところです。で、尿回数6回出てて、濃さ薄め、量平均的。大便が今日2回ですね、出てます。1回目朝、ヘドロ色。チューブと40。で、柔らかめで匂い少ない。2回目お昼ですね。で、同じくヘドロ色。チューブと20センチぐらい。柔らかめで匂い少ないってところです。2回目昼はね、ちょっとよくわかんなかったけどね、量。うん、一番最後に、まあ、出た量を、まあ、見ればいいかとか思ってて、見ようと思ったら割とトイレットペーパーで見えなくってまあ20ぐらいじゃないかなみたいな、うん、大体だ、超大体だ、ね、で、おなら時々ありで匂いは結構臭いです。まあ、相変わらずね、夏目食べてると臭いおなら出るんで。で、今日の気づき。まあ別に気づきって気づきは大してないんだけど、豆腐、木綿豆腐久しぶりに食べたんね。まあ別に美味しいっていう感じのものはないな。オーバー入ってたけど、うん、別にって感じだったな。ただね、やっぱね、450g あるっていうのも大きいんだけどさ、お腹が膨れちゃってね、いっぱいになっちゃってね、お腹パンパンになっちゃったっていうか、腹10分目までいっちゃったね。10分目超えちゃったね。なんでね、豆腐はね、お腹の調整がしにくいっていうのかな。うん、まあ、腹6分目とか、まあ7分目ぐらいまで。にしときたいんだけど、中途半端な量で止めとくっていうのがなんかしにくいじゃんね、豆腐ってさ。なんで、まあ、食べちゃうとちょっと調整がね、お腹の調整がしにくいっていう。
あと、すき焼きのタレをね、結構たくさん使うんだよね。うん、なんで、調味料をいっぱい取っちゃうっていうかな。体に入れちゃうっていうかな。うん、まあ、昆布のエキスも、まあ、たくさん取れるもんで、まあ、その面はいいかもしれんけど。うん、まあ、でもなって感じですね。まあ、特に豆腐を使う理由は、まあ、食べる理由はないっていうか。まあ、今回は久しぶりだったし、うん、ね。値段も100円だったし。あれ、普通に買ったら240円ぐらいだったかな。400、まあ、40、50円ってとこですね。それがまあ100円だったもんで。うん、まあ、買っちゃったけど、うん、まあ、特に必要はないかなって感じですね。まあ、ガンモとか生揚げとかなるべく買わないようには、まあ、するんだけど、豆腐は、まあ、ほぼ豆乳煮みたいなもんだもんで、固形物は固形物だけど、ほぼ豆乳じゃんね。うん、だもんで、まあ、別にいいかな、とか思ってさ。ってところです。うん、まあ、やっぱり豆腐はやめて、豆乳の方がいいな、うん、ってところですね。まあ、それだけかな、今日は。あ、今日はね、今週はね、昼休憩が遅い方なんだよね。うん、なので、10時の休憩からお昼までが長いんだけど、昼のちょっと前あたりで、やっぱね、エネルギーがちょっと切れかけてね、ちょっと気持ち悪くなってきたね。で、気持ち悪くなって、でその後昼休憩入って、で昼休憩の時にやっぱね、海苔とかね、豆乳飲んだぐらいじゃね、海苔食べて豆乳飲んだぐらいじゃね、なんかね、その気持ち悪さがね取れないんだよ。うん、で夏目を食べてたらね治った。うん、やっぱ夏目すごいな。うん、夏目絶対いるなと思ったね。うん、やっぱ夏目が鍵っていうのかな。エネルギー面においては夏目がもう鍵っていうか、夏目次第みたいなとこですね。夏目は絶対いるな、これ。やっぱり。エネルギーはね、夏目なんだよ。だから夏目は絶対持ってかにゃあかんなと思ったね。あれは切らしちゃあかんと思った。夏目だ。絶対夏目は切らしちゃあかん。まあそんなところですね。エネルギー切れると気持ち悪くなったりするっていうね。まあ、みんながみんなそうじゃないと思うし、年齢でも変わってくると思うしさ。だけど、まあ、夏目食べたら治るもんで。まあ、そこ、でかいよっていう話ですね、夏目。で、明日はまあ、豆乳と黒のりと夏目でやっていきます。明日も一応、まあ、夏目80個の予定だけど、まあ、今日みたいにね、まあ、少ない量でやれたら少ない量でやるし、252g、まあ500g の袋の半分なのね、今日は半分でやれてるもんで、まあだいぶいいかなっていう、ね、ここに持ってきたいんだよね。夏目60個、まあとりあえず夏目60個目指したいなって思ってるんで、ただ今日木綿豆腐取ってるんでね、豆乳2キロプラス木綿豆腐450グラムだから、まあ、2.5キロぐらいのね、まあ木綿豆腐もほぼほぼ豆乳だからさ、まあ、そこがあるもんで、まあこの量だったと思うんでね、明日は80個ぐらい夏目いるかもしれないですね。一応夏目80個、で、あともう海苔は15枚ですね。朝昼晩5枚ずつ。でやっていきます。海苔と豆乳と夏目ですね。でやっていきます。あと水とね、そんだけかな。したらもうそろそろ寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日は3月8日火曜日ですね。で、今日まあ一緒です。持っていくの、仕事に持っていくの、生味噌豆乳1キロ。あと、海苔ですね。黒海苔を10枚。朝5枚、昼5枚。で、まあ、海苔につける、すき焼きのタレ、自家製の。で、夏目ですね。夏目。まあ、
これ40個ないけど17個だけど40個入れてで持ってきます。そんだけかな。あと水ですね。水は神社の井戸水で300ほど、これに入れて持ってきて、そんだけかな。うん、したら行ってきます。あで一応ね、なんかね、朝ちょっと魂がね、魂が朝瞑想をやった方がいいって言うんで、うん、今日はあんまちょっと時間ないんで5分ぐらいしかできないけど、うん、今後できたらね、できたら少し早めに起きて瞑想をね、うん、やろうかなって。まあ目覚ましは5時にセットしとくけど、目覚ましが鳴るより前にね起きれたらね、うん、したらまあ瞑想をやろうかなと思ってます。まあ15分から30分ぐらいですね、うん、まあそんな感じです。したら行ってきます。今仕事から帰ってきて、でシャワー浴びたとこですね。これからマッサージやる予定です。で仕事帰り途中で業務スーパー寄って、まず夏目ですね。これ6袋と、あとこれココナッツミルクですね。ココナッツミルク、これね、外国の方が買うのを見てちょっと気になったんだよね。うん、どんな感じかなと思ってさ。名称ココナッツミルク、原材料名はココナッツと、添加物が安定剤括弧キサンタンですね。まあこんだけ。キサンタンって増粘剤だよね。で内容量は1リットル、うん、原産国はベトナムですね。で輸入者神戸物産、神戸物産これも来たね。夏目も神戸物産、もしかしたらね不老不死に使えるかもしれないとか思って、魂に聞いたらね、魂の反応そんな悪くなかったんだよ。このココナッツミルクとココナッツウォーターってのがあって、ココナッツウォーターの方はね魂の反応悪かったんだわ。だけどココナッツミルクの方はねそんな悪くなかったんだよね。あ、これちょっと使ってみてもいいかなとか思って、うん、で買ってみたってところです、うん、今日ちょっと飲んでみて、でもしよかったらね、よかったら、まあ、これ値段300円ちょい、330円、340円ぐらいだったかな。ん？なんか、かかる？出てきちゃうか。うん、ちょっと出そうかな。うわ、何これ、これ簡単には出てこんな、すっごいなんか硬いよ、こんなんだよ。これどうやって、普通にドロドロっと出てくるかと思ったら出てこんな、どうやって食べんのこれ。うん、美味しい、甘くて、あ、すごい美味しい、これやばいな、やばいなこれ。うん、ほんとクリームだわ。うん、ココナッツの風味のあるちょっとほのかに甘いクリームって感じ。うん、あのケーキとかのクリームっていうのかな、牛乳で作ったあれにすごく、まあ近いって言ったら言い過ぎなんだけど、美味しいけど食べにくいなこれ。もうこれ開けちゃった方がいいな、紙パック上の方切って食べた方がいいって感じですね。うん、やばいなこれ、美味しいわマジで、食べ方が分からんけど、これだったら300円でもいいな。
ただ脂肪分が高そうだけど、でも植物性だしな。うん、ここを上だけ切って切り落としたらいけるんじゃないかな。このハサミ、このハサミはなんか料理用じゃないんでね、あんま良くないんだけど。こんな感じだよ。こんな感じ。わかる？こんな感じ。ふっ、あっ、ちょっと。固形分と、なんかちょっと液体っぽい分とあるんだよな。こんなんだよ。こんなん。あ、うん。うん。ほんとほのかに甘いって感じだね。うん、砂糖の甘さじゃないもんで、うん、これスプーンで食べた方がいい感じだな。うん、まあこれ取っていきます。ちょっとマッサージやったらね、そしたら、まあ、ゆっくり食べていこうと思います。で夜も同じだね。豆乳1リットルとあと海苔5枚、で夏目40個ですね。まあ40個ココナッツミルク取るんで、そんなにたくさん取らんかもしれんけど、まあそれでやっていきます。今日の結果報告です。今日3月8日火曜日、実験生活1423日目。大体海苔と夏目と豆乳で生活実験25日目ですね、今日。天気晴れ、睡眠時間は4時間半。ジョギングなし、ウエイトトレーニングなしです。で、飲食。まず飲んだものが豆乳2キロ、あと水600。で、今日はココナッツミルク。これまあ大体300ミリくらいですね。まあこんな感じ。この辺かな？この辺りだね。まあ3分の1ぐらいかなと思ったんで、まあ300ってところです、うん。で、固形物が海苔15枚、全形15枚ですね。あと夏目 80g。海苔はまあ黒海苔ですね。黒海苔。うん、星海苔ですね。尿回数8回出てて、濃さ薄め、量平均的な量でした。大便は2回出てます。1回目朝。で、ヘドロ色で、ドロドロ状っていうのかな。結構ドロドロで、300ミリくらいですね。300ミリかな。割と出たよ、割と。400もないと思うけどな。2回目。お昼頃。で、チューブとバナナ状で15センチ。まあ、昼はね、少なかったよ。15センチぐらいかな。うん。で、柔らかめです。匂いはもうわかんないんでね。脱臭機能付きのウォシュレットなんでね。会社のやつなんで。で、おなら時々あるで匂いは結構臭いってところです。で、今日の気づき。今日もね、今、昼休憩が遅いんだよね。遅いもんでね。10時の休憩から昼休憩までが長いんだよ。
うん、2時間半あるんだけどさ、うん、で2時間半ずっと結構激しくね動いてると、うん、重いもん持ったりしてるとね、エネルギーがもう昼休憩のちょっと前ぐらいに切れてくるんだよね。そしてやっぱ気持ち悪くなってくるんだよ。ここのとこだいたいそうだね、昼休憩前あたりで気持ち悪くなってくるっていう、うん、でもしくは昼から3時までの間なんだけど、なんだけど、うん、その昼休憩の前あたりで気持ち悪くなって、でもなんとかこなせて、で、昼にね、やっぱね、海苔とね、豆乳だと治らないんだよね。で、夏目を食べ始めるとね、回復してくるんだわ。その気持ち悪さがさ。うん。たぶんでね、やっぱ夏目なんだよ。夏目次第ってのかな。うん。夏目食べると回復する、うん、だエネルギーは夏目次第ってとこですね。あとココナッツミルク、今日ココナッツミルクって初めてなんだよね。食べたことないんだよ、確かなかったと思う。初めて食べたんだけどさ、なんかねほんのり甘くて美味しいね、うん、くどい甘さじゃなくってなんかほんのり甘いって感じ、うん、なんだけどね、あ、こんなに美味しいんだと思った。本当はあのケーキとかのクリームみたいな感じ、うん、ミルククリームっていうのかさ、あれと、まあ、あそこまで甘くないけどさ、うん、あれと本当なんか同じような感じだよ。同じような感じのなんかクリームなんだよ。で、うん、これはいいと思ったね。いいもん見つけたと思った。だけどあんまり食べてるとね、なんか微妙に気持ち悪くなりそうな感じっていうのかな、になる、なんかこの辺がなんかちょっと気持ち悪くなりそうな感じっていうかな、うん、まあ胸のあたりもそうかな、この辺もそうかな、なんかちょっと気持ち悪くなりそうな感じがある。あんまたくさん食べるとね、まあ、300も食べたらあかんね。まあ、1日スプーン1杯ぐらいかなと思った。それだったらまあ気持ち悪くもならないし美味しく食べれるんで、で油脂が入ってるもんで、まあそれがどう影響するかだね、うん、もしかしたら肌にいいかもしれないから、その油脂がさ。でココナッツだもんで、まあ植物性だしね。でもしなんか肌にいいのであれば、肌とか髪の毛にいいのであれば、うん、今日髪質微妙に柔らかいけどまだ硬い方かな、うん、まあもしね調子がいいようなら、もう今後も使っていこうかなと思ってます。ちょっと取るっていうね、まあ大体乗ると夏目と豆乳なんで、うん、まあちょっと実験してみようかな。ココナッツもね少し取ってみて、うん、どんな感じかね。もしなんかいい兆候とかあれば、まあ、不老不死メソッドに入れるし、まあ別にいらないっていうことだったらいいし、あとエネルギー面でもしかしたら使えるかもしれないもんで、まあ、仕事にちょっと持って行って、まあ瓶に少し入れてさ、ちょっと持って行って、で、そのエネルギーが切れるタイミングだね。10時の休憩から昼までの一番長いね、長い時間帯の時だね。多分で昼、10時の休憩か。10時の休憩の時に一口ね、一口ココナッツミルクをちょっと取ってみて、で、エネルギーの具合を確認するっていうね。うん、そしたら全然気持ち悪くならないとかさ、エネルギーが十分にあってね。それだったら、まあね、仕事が激しいっていうね、激しい仕事の人は、まあ夏目だけじゃなくて、ココナッツミルクも取るみたいなさ、そうやってやれば、いけるわけだよ。うん、まあそういう使い方もできるかもしれないもんで、まあちょっと仕事に持って行って、実験してみようかなと思ってます、ココナッツミルクね。うん、今日取った感じね、
まあ問題なかったね。体に入れた時のフィーリングも悪くないし、で味もいいし、ただたくさん取ると微妙に気持ち悪さが出そうな感じにはなるけど、なんか結構優秀かもなとは思ったってところです。そんだけかな。で明日はもう同じようにやっていきます。のり15枚、夏目、まあ一応80個の予定ですね。まあ仕事で40個、帰ってきてから40個で、豆乳2キロで、ココナッツミルクもまあ少しだけね取るみたいな感じでやる予定です。そんだけかな。したら眠くなってきたんでね、まあ10時なんでもうそろそろ寝ようかなと思ってます。したらおやすみなさい。おはようございます。今日3月9日水曜日ですね。でまあ10時ぐらいに寝て、午後10時に寝て、で今朝4時だね、4時に起きて、でストレッチ30分ぐらいやって、その後シャワー浴びて、髪棚やって、でマッサージ、チェアでマッサージして、で瞑想ですね、瞑想15分ぐらいかなやってってところです。であとこれね、ココナッツミルク、昨日買ったこれでね、これをスプーンでね、スプーンですくって入れて、でマドラーだね、マドラーでまあ潰して奥の方にね空気抜いて、で入れたところです。こんな感じですね。冷蔵庫に入れとくとまあ大体固まるね固まるもんで、まあやっぱ上の方を切って使うし、こんな感じなんだ。こんな感じ、まあ、普通のもうあの生クリームと同じような感じかな。匂いはすごいあのココナッツの匂いがするんだけど、これ1本あったら相当持つな。でこれを仕事でね、仕事のあのエネルギーの足りない時、ネットで調べたらさ、エネルギーに即変わるっていうか、エネルギー効率がいいっていうか、まあ変換効率がいいっていうのかな。あとなんか美容にもいいとか書かれてたけど、まあいろいろあったね。マグネシウムとかはあのカルシウムのね吸収をあの良くするっていうので、だからまあカルシウム、海苔とかさが取れるもんで、そういうのの吸収もまた良くなるし、相乗効果もあるし、あと肌だね、肌、あの若い頃のさ、持ち肌っていうのかな、持ち肌、マシュマロ肌っていうのかな、まあそういう方にね、このココナッツミルクでね、より肌があのつるんとするっていうか、プリッとプルンプルンとするっていうかそういう風に若返っていくっていう、まあその辺をちょっと見たいんで、若返っていくんじゃないかな。まあそんなところで、今朝顔見たらさ、だいぶ良かったんだよ、肌の感じがだいぶ良かった。この目の下とかなんかね、まあ、あの細かいシワっていうのかな、がなんか消えてきてて、若返ってきてるもんで、まああの海苔と夏目と豆乳がね、あれが若返りメソッドとしてまああの働いてるもんで、若返ってると思うんだけど、まあそれにちょっとココナッツミルクもね足してみようかなと思ってます。髪の毛なんかもやっぱ油分がさないとバサバサでさ、ね、やっぱ老化しやすいじゃん。で油分がある程度あるとね、なんか艶やかな髪の毛になったりするじゃん。肌も同じだよね。油が足りてないっていうところがもしかしたらネックだったかもしれない。でこれまあほとんど油だもんで、まあ、中鎖脂肪酸だったっけな、そうやって書かれてたけど、質のいい良質な植物性の油だもんで、まあ、これを取るっていうね。でしかも味も美味しいもう生クリームって感じで、砂糖っていうか甘さのきつくない生クリームって感じだから、
まあ、これちょっと使ってみようと思ってます。であんまりたくさん食べるとなんか妙な気持ち悪さがね出そうな感じがあるんだよ、ね、出てはいないの気持ち悪いみたいなとこまでいかないんだけど気持ち悪さが出そうななんか嫌な感じっていうのかなになるんだけど、まあ食べ過ぎないようにね。でエネルギー、まあ、効率がいいっていうか変換効率がいいってことなんで、うん、あの昼前とかにちょっとエネルギー足りなくなってさ気持ち悪くなるっていうのが今あるんだけど、それをこれでなくせるかもしれないっていうね、まあそのためその実験だね、その実験をちょっとあの今日からねやっていこうと思っています。なんで午前10時にちょっとねちょっとあの一口ねこれ持っていくもんで、うん、まああのティースプーンね持っていくもんでこれでちょっとすくってで食べてでエネルギーの具合を確認するって、まあもちろんノリとナツメはいつも通りね、あと豆乳もいつも通り取るんだけど、それプラス、まあ、ココナッツミルクもねまあ取ってみようかなと思ってます。これ取ることによってその昼前のね昼前のそのしんどさっていうか気持ち悪さっていうのかが出てこなくなったらでかいなと思うし、うん、そしたらまあ今後ずっとねこれ使っていくし、うん、なので仕事でノルドナツメと豆乳でやってみて、まあ、仕事の運動量が多くってちょっとエネルギーがそれだと足りないと、ナツメ80個だとねちょっと足りないという、まあ、仕事には40個だからね40個だと足りないっていう場合はこれだね。まあそういうの関係なしに加えた方がいいかもしれないけどね、肌にいいっていうか若返りにいいかもしれないんで、少なくともあの髪と肌には潤いっていうかね油分を与えてくれる可能性があるんでね、絶対潤いないとね若返っていく上でねやっぱ潤い必要だよね、油分も必要だよねって、まあそんなところです。一番良質な油分になるんじゃないかなって期待してるところですね。まあ、そんな感じです。そしたら、まあ、準備してね、また6時15分ぐらいに出るんで、行ってきます。今、仕事から帰ってきて、シャワー浴びて、マッサージしたとこですね。で、帰りに、買い出しですね、買い出しで、ココナッツミルク。これ2本ですね。2本と、あと、この豆蔵豆乳ですね。豆蔵豆乳。これを10袋ですね。こんだけ、こんだけ。10袋買ってきたんで、うん。まあ5日分だな。5日分。1週間持たないぐらいですね。取っていきます。これはココナッツミルクはそんなに消費しないんで、まあ当分ある、これでまあ1ヶ月以上持つんじゃないかなってとこですね、うん、まだこっちもだいぶあるんで、うん、まあ食べちゃうかもしれんけどね口寂しい時に割と甘くて美味しいもんで、で今日仕事の合間とか休憩の時に少し食べたんで、これね、こんだけ。まあ、ちょっとだよ、ちょっと。10時の休憩の時にスプーン1杯ですね。このぐらいだったかな、このぐらい、スプーン1杯ぐらい食べて、で、仕事したんだよ。で、今は昼が遅いもんで、なので10時の休憩から昼までが、まあ、2時間以上あるんだよね。うん、2時間半かな ?2 時間半ぐらいあるんだけど、そこが長いんだわ。で、いつもはやっぱその後半ね、後半、うん。昼のちょっと手前ぐらいでエネルギー切れて、気持ち悪くなったりしてたんだけど、これ食べたらさ、気持ち悪くならないんだよ。やったーと思ったね。やったーって。これ食べたら気持ち悪くならない。で、まあ、この間も話したけど、これネットで調べると、あのエネルギー効率がいい、ね、即エネルギーになるっていうか、即とは書いてないか、割とすぐ早くね、早くエネルギーになるとか書いてあったんだけど、
本当ね、エネルギーになるね。気持ち悪さ出てこない。出てこないんだけど、でも空腹感は出てくるね。あのお腹がキューってなって、お腹すいたっていう感じは出てくるんだわ。なので普通の状態だな、普通の状態。普通の食事とってるとさ、お腹すいたってなるだけじゃん。気持ち悪さは出てこないよね。ね。エネルギー切れてもさ。だけど、豆乳と、あと海苔と、ナツメでやってるとね、エネルギー切れた時にさ、気持ち悪さ出てくるんだよ。でもね、ココナッツミルク取ると出てこないっていうね。だからココナッツミルクいるな。いる。っていうか、これがあれば大丈夫だ。もう大丈夫だね。うん。で、割とよく動く仕事をしてても、海苔とナツメと豆乳とココナッツミルク。この4つはね、4つあればいけるな。うん、いける。不老不死メソッド、いける。っていうのが分かったってところです。で、これネットで調べるとね、あんまりその封開けてから、常温で時間経つとなんか酸味が出てくるっていうね、うん、酸っぱくなってくるとかので痛みやすいっていうのかな、うん、痛むらしいんだわ。なのでまあここに瓶に入れたやつはもうなるべく早めにね使い切っちゃった方がいいかなと思ってるところです。どのぐらいで出てくるのかも調べたいけどね、まあ、夜は動かないもんで、まあ、ココナッツミルクいらないんだけどさ、まあ、そういう痛むっていう理由がね、あるもんで。なので夜も一応まあ多少取ってもいいかなとか思ってるとこです。うん、体はね、いらないって言ってんだよね。ココナッツミルク。体は欲してないんだよ。うん、欲してないんだけど、一応ね、うん、仕事、よく動く仕事とかね。体を動かしてエネルギー使うときには取った方がいいっていうのは分かったってところです。で、夜は豆乳1キロと、海苔、黒海苔5枚ですね。5枚。と、あと、ナツメですね。ナツメを、まあ、40個ってところです。そんだけ、まあ、取る。で、ココナッツミルクは、まあ、適量ですね。そんな感じで。あと、まあ、水でやっていきます。うん。したら、今7時なんで、まあ、ゆっくりしようかな。でまあ、9時半ぐらいになったら、今日の結果報告ですね。まあ、結果報告っつっても、これぐらいだけどね、ココナッツミルクぐらいなんで、もう今話しちゃったんでね、もう話すこともないかなって思うけど。したらゆっくりします。9時半ぐらいに椅子で寝ちゃって、今の今まで、今日の結果報告やってなかったんでね、今からやります。3月9日、うん、ですね、水曜日、実験生活1424日目、だいたい海苔と夏目と豆乳で生活実験26日目です。天気晴れのち曇り、睡眠時間8時間半午後10時、昨日の午後10時から今日の午前4時までの6時間と午後9時半ですね、さっきですね、さっき9時半から夜中深夜0時までの2時間半合わせて、まあ8時間半ですね、うん、で、あと飲食の方が飲んだもの、豆乳2キロ、あと水600で、固形物が海苔15枚ですね。これ黒海苔15枚。で、夏目79個。ココナッツクリーム100ミリくらいってところです。夏目はあと1個で80だったんだけど、うん、あの袋がちょうど切れちゃってさ、うん。夜ね、夜39個入れたら切れちゃって。まあ、これだもんでってとこですね。で、ココナッツミルクはこれ。まあ、朝入れたやつだけどさ、もう空ですね。夜、さっきね、さっきこれ食べたら眠くなって寝ちゃってってやつです。まあ大体100ミリくらいじゃないかなと思ったんで、100ミリ。大体ですけどね。
入荷数の中に出てて、濃さ薄め平均的、量平均的な量でした。大便が2回出てます。まあ、いつも通りですね。1回目朝ね。色ヘドロ色。で、まあ、ドロドロな感じですね。細バナナ、多分出たのは細バナナ上に中で出てたんだけど。最後になんか細バナナの形状を残していないっていうのかな。だから割とドロドロな状態で200ミリくらいです。うん。匂いはまあちょっとわかんないですね。会社の便器だったんで。うん。除臭機能付きっていうのかな。で、2回目昼。で、色、カニ味噌色。まあ、ヘドロ色とカニ味噌色すごい。近いんだけどさ、色合いとして。なんか微妙になんか明るめだったんで、ハニミソ色。チューブ太20センチぐらいで柔らかめってところです。で、おなら時々あるで匂いは結構臭い。ここまあ変わんないですね。夏目食べてるとやっぱ臭いおならが出るってところです。で、今日の気づき。まあ一つはさっき話した通りですね。まあ、いつもちょっと気持ち悪くなる。ね。ちょっと休憩から次の休憩までが長い時間帯の時に、まあココナッツクリームを少しね、取ったら気持ち悪さが出なかったっていうね。いつも出てたのに今日は出なかったっていう。なのでエネルギーになるっていうのと、あとね、ココナッツクリーム取るとね、体がちょっと熱くなるっていうか、あったかくなるっていうか、熱持つんだよね。普通の食事とか取ると熱持つじゃん。ね。わかる人はわかると思う。断食とかやったことある人だったらよくわかると思うけどね。その差がわかるもんね。ああいう普通の食事とか固形物取ると体は温かくなるんだよ。熱持つんだよ。それと同じでね、ココナッツクリームもね、熱持つんだよ。それがまあいいならいいんだけど、結構体動くと熱くなって汗かいたりするんだよ。今の仕事汗かくんだよね。するとね、熱持つとね、ちょっとね、熱すぎるっていうか。まあそういうのはあったね。ちょっと熱すぎちゃう。だからどうしてもまあ、その、取らないとね、取らないとエネルギー不足になるっていう時以外の時間帯は、まあココナッツクリーム取らない方がいいかなっていうところです。あと歯にね、結構悪いと思ったココナッツクリーム。今日、なんかね、なんか歯の虫歯のあたり、やっぱちょっとうずくっていうのかな。多分ココナッツクリームで間違いないと思うんだけど。結構歯に悪いんじゃないかなっていうとこですね。砂糖を使ってないはずなんだけどね、ココナッツクリーム。だからあの甘さだから糖は入ってると思うんで、その糖が影響してんじゃないかなってとこですね。で、さっきだよ、さっき。さっきちょっと100ミリ取ったら、やっぱ急にね、眠くなったんだよね。体がちょっとだるくなって。なんでね、これ体に負担になってんな、ココナッツクリーム。体に負担になってる。あんまり取らない方がいいと思った、これ。で、普段使いにしない方がいい。普段使いにしないっていうか、まあ本当にそのエネルギー的にね、足りなくなるとき以外は使わないっていうね。まあそういう風にした方がいいな。使わないっていうか取らないっていうね。なので、まあ体をよく動かすときだね、仕事のとき以外は、取らないようにするっていうね。でも夜は取っちゃダメだなこれって思った。そんな感じです。まあ今後はね、今後夜はなしですね。夜なし。まあそんだけかな。そんだけですね。明日もまあ大体同じようにやっていきます。豆乳と海苔と夏目ですね。まあ、豆乳2キロで海苔もまあ朝昼晩で5枚ずつで、夏目は仕事に40個。で、あと帰ってきてからまあ40個。夜ですね。計80個の予定です。320g ですね。で、ココナッツクリームは、まあ仕事にちょっとだけ持って行って、
今昼休憩が遅いもんで、なので、まあ、10時の休憩の時にちょっと撮るくらいかな、うん、ってところです。もう一回寝直すんでね、今から。うん、そんだけですね。したら休みなさい。おはようございます。今日は3月10日木曜日ですね。まあ、いつも通り朝5時起きて、あ、いつも通りじゃないか、前日は4時だったけど、5時起きてシャワー浴び、柔軟やってシャワー浴びて、でマッサージ、あ、神棚やってマッサージですね。で今日も同じですね、豆酢を投入、これ1キロ、ね、で黒のりね、黒のりを朝5枚昼5枚ですね。で夏目40個を、まあ、仕事に持っていく。あ、それとあとココナッツミルク、まあ一さじっていうのかな、ティースプーンで一さじぐらいを、まあ10時の休憩の時に取るもんで持っていく。で海苔はすき焼きのタレですね。あと水ですね、水300、まあ、こんだけで朝から夕方までですね仕事やっていきます。こんだけかな、あといつも通りですね。したら行ってきます。まあ6時いつも通り6時15分に出るんでね、行ってきます。今仕事から帰ってきて、で一回帰ってきたんだけど、あの魂がテーピング買った方がいいっていうもんで、で再度バイク乗って、で近くの薬局行ってテーピング買ってきたんで、これですね、カラーテーピングテープってやつですね、道番のやつ。仕事中に手首痛めちゃって、右手首ここ痛めちゃって、今は全然そんな、なんか腫れてるとかないんだよ。あの痛みがね、仕事してると痛みが出るぐらいっていうのか、まだそのぐらいなんだけど、でも物の入った段ボールとかね、持ったりするんでね、15から20キロぐらいのやつ、20キロはないと思うけど、あれ、まあそこそこ重いやつを持ったりするんでね、あと作業も割とよく動くんで、手もよく動かすんで、なんで、まあ、一応ねテーピングしてね、で行こうかなと思うんだけど、食品を扱うところなんでね、テーピングした状態で作業できるのかなって、まあ明日ちょっと行ってみないとってとこですね。まあそれでテーピング買って帰ってきて、でシャワー浴びて、でマッサージだね、マッサージチェアでマッサージしたってとこですね。で夜は、まあ、いつも通りですね、豆乳ですね、豆乳と海苔、海苔は全形5枚ですね、5枚、あと夏目40個ですね。で昨日は食べたココナッツミルク、まああれは昨日学んだもんで、あれは仕事中以外取っちゃダメだっていうね学んだんで、体に負担になるもんでさ、なので今日はなしですね、今日はなし。で乗ると夏目と豆乳、もうこれでやるって形です。今後ココナッツミルクはまあ仕事の合い途中のね、途中に1回だけ、昼休憩が早い時は昼休憩のタイミングで、まあ、あのスプーン1杯ね取るって、昼休憩が遅い時は10時だね、午前10時のタイミングでスプーン1杯取るって、そうするとエネルギー切れしてもね気持ち悪くならないんで、気持ち悪さが出ないっていうのかな、まあそれに使うだけですね、それ以外はもう基本取らないっていう形、1日スプーン1杯程度です。夜はなしで今後やっていきます。まあそんだけですね。そしたらまあゆっくりしようかな。で今日も早めにちょっと寝て、9時半から、まあ10時には寝て、昨
昨日一戦寝ちゃったんでね、まあ、今日は早めに今布団入ろうかなと思ってます。まあそんだけですね。今日の結果報告です。今日3月10日ですね、木曜日、実験生活1425日、大体ノリとの集めと投入で生活実験27日目です。天気晴れ、睡眠時間4時間ですね。午前1時から5時までの4時間です。まあその前にちょっと寝ちゃったでね、夜ね。でジョギングなし、ウェイトトレーニングなしです。あと飲食ですね。飲んだものが豆乳2キロ、あと水1500ミリ、まあ1500ミリっていうか、ここに900入れたもんで最後にね。でまだ600ぐらい残ってるんで、まあ実質900ってとこですかね。であと固形物が海苔ですね。黒海苔15枚、ナツメ80グラム、あとココナッツミルク少しってところで、少しっていうかまあティースプーン1杯ぐらい、まあ、一杯っていうか、割と硬いからね、あれ。すり切り一杯とかじゃないからね。まあ、ごそっとっていうか、一杯分ですね。尿回数6回。濃さ平均的、薄め、量は平均的な量でした。大便が2回ですね。まあ、これはいつもの感じですね。1回目、朝。で、ヘドロ色。チューブと20センチプラスソフトクリーム状で150ミリくらい。で柔らかめってところです。2回目昼、同じくヘドロ色でソフトクリーム状で150ミリくらい、まあ150って大体だけどね。この100ミリのこれよりちょっと多いかなみたいな、これよりもちょっと多いかなみたいな感じだったもんで、150にしたっていうところです。でまあ大体です。で、おなら時々ありで、匂いは結構臭いってところです。まあ、相変わらず臭いね。かなり臭い、おならは。で、今日の気づき。まあ、別に気づきって気づきないんだけど、今日はなんかすっごいバイオリズムの低い悪い日でね、運がめちゃめちゃ悪い日だったね。とにかくなんかいろいろあったよ。なんか調子悪かったね。いろんなことが。手首もまあなんか痛めたしさ、あとなんか妙にお腹も空きやすかったしね、エネルギーが足りないっていうか、あるんだよねそういう日が、バイオリズムの低い日、悪い日って。まあ今日そういう日だったってとこです。まあなんとか終わったけど、まあそんだけかな、特にはないね今日は。で明日はまあ同じですね、同じようにやっていきます。豆乳2キロと、あと、海苔は朝昼晩5枚ずつで15枚。夏目は仕事に40個。で、帰ってきてから夜ね。まあ、ここでゆっくりしてる時に40個。計80個ですね。で、ココナッツミルクを、まあ、仕事の途中でね。途中の休憩で1回と、まあ、一口っていうか、一口分取って、まあそんだけですね。あと水ってところです。まあ同じですね。まあ海苔とナツメと豆乳。で、ココナッツを、まあちょっとって言えばそんな感じ。そんだけかな。明日ラストな、ラストっていうか、まあ週末なんでね、金曜日なんで。明日こなせたら土日休みなんで、手首もね、多少まあ回復するんじゃないかな、とか思うけど。そこまでなんかね、痛いっていうほど、まあ普通にしとる分には全然痛くないんだけど、仕事だとね、結構重いもん持ったりするから、そうするとなんかね、やっぱ痛みが出てくるっていうか、まあそんな感じですね。あんまひどくね、ここ腫れてきちゃったりとか、すると、ちょっとまずいけどさ、まだそこまで行ってないしって。まあ腫れるぐらいじゃ、病院とか行かんけどさ。よっぽどもうなんかね、まあよっぽどのことじゃなきゃいかんけどさ、まあそんな感じです。明日も同じようにやっていきます。もう10時なんでね、もうあと歯磨いて寝ようかなと思ってます。本当は10時ぐらいに寝ようかなと思ってたんだけど、ちょっと遅くなっちゃったね。まあそんな感じかな。ココナッツミルクはね、やっぱりあのエネルギーにはなるんだけど、体はやっぱ熱持つな、ちょっとなんか熱持つんだよ。
うん、やっぱエネルギーにまあなってるんだろうなと思うけどね、うん、やっぱ夏目が美味しいし調子がいい。夏目調子いいね、めっちゃ調子いい。夏目はもう絶対外せないですね、絶対外せないですね夏目は。まあそんな感じです。最終的にこれも夏目と豆乳、いや夏目と水だけでいけるんじゃないかなとか思ったけどね。ビタミン B12 はのりじゃなきゃ取れんやな、植物性でいけばね。のりもまあ必要になってくると思うし、まあそうするとタンパク質もなってなると、まあやっぱりのりと夏目と豆乳になるんだけどさ、夏目はまあでも一番なんか、実感としてね、実感としてすごくいいって感じだね。エネルギーになってて、美味しくて調子がいい、まあ、そんな感じです。そんだけですね。したらおやすみなさい。おはようございます。今日は11日ですね。で、まあ、いつも通り5時に起きてシャワー浴びてマッサージして、あと髪棚やってってとこですね。で今日も同じ豆乳と豆乳1キロと海苔と夏目40個ですね。海苔は朝5枚昼5枚なんて計10枚を、まあ、仕事に持っていくってとこです。あと水300かな、あそれとあとココナッツミルク、まあスプーン1杯分ですね。したら行ってきます。あとまあ今日はテーピングですね、まあ、これはちょっとしとこうかな。行ってきます。今帰ってきました。仕事終わって帰ってきて洗濯物取り込んで、で風呂シャワーですね浴びてマッサージ、ジオ今からするところですね。で夜もまあいつもと同じですね。海苔5枚と豆乳1キロ、あと夏目40個ですね。これだけでやっていきます。あと水、水はまあ飲めるだけ飲むって感じだけかな。したらマッサージやってゆっくりします。おはようございます。まあ5時に起きてでジョギングして、あマッサージやってないな、しまった、マッサージやってない。でまあ風呂入って神棚やったんだけど、まあ、12日土曜日ですね。ちょっとマッサージやってから計測入ります。で瞑想も今ちょっとやったとこですね。10分ぐらいかな。なんで、まあ、金曜日分だね。金曜日分の、まあ、計測って形ですね。翌日になってるけどね。そしたら、まあ、今からちょっとね、計測入るんで、マッサージしてから計測していきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、73ですね。血圧112の73です。
今日の結果報告、今日というか金曜日だね、金曜日の結果報告とあと今週の結果報告です。でまず3月11日金曜日、実験生活1426日目、大体ノリとナツメと豆乳で生活実験28日目です。天気晴れ、睡眠時間9時間半午後、昨日だね、前日午後10時半から今日の午前5時までの6時間半、今日のってか金曜日のね。で午後9時から深夜0時までの3時間、合わせて9時間半ってところです。この9時から深夜0時は椅子で寝ちゃってます、ね、そこでね。でジョギングなし、ウェイトトレーニングなしです。あと飲食、飲んだものがまず豆乳2キロで水900ですね。でこの900のうちの600はね、昨日入れた水だね。昨日最後に900、あの水筒にね、水筒に900入れてるんだけど、900も飲んでないもんで昨日ね。で600ぐらい残ってたやつをまあ今日最初に飲んでるってところです。飲んでるっていうか300は容器に移し替えて、で残り300は朝飲んでるってところですね。まあそれ入れてるんで合わせて900ってところです。あと固形物が海苔15枚、これ黒海苔ですね。で夏目80個ですね、80個、まあ 320g ってところです。でココナッツミルクを少しですね、これはスプーン1杯ほど、まあ一口ってところですね。で尿回数6回出てて、濃さ薄め、平均的な濃さ、量は平均的な量でした。まあ平均的な濃さは朝だな、朝寝起きの尿がまあ平均的かなってとこですね。で大便2回出てます。これまあ仕事の時はだいたいいつも一緒だね。朝でヘドロ色1回目ね。でソフトクリーム状で300ミリくらい、まああの細い感じでちょろ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 と出てくるやつなんだけどね。でまあ最後まあ出し終わった時に便器の中ね見てみると、まあソフトクリーム状で300ぐらいかなって、300ミリだね、300ミリリットルぐらい。だらまあそこそこの量あったんだよね。で2回目昼で同じくヘドロ色で中太30センチぐらいで柔らかめってところです。中太でもあの細めの中太だね、割と細い、割と細いんだけど、まあ細バナナよりは若干まあ太いかなみたいな、でまあ30センチぐらいあるかなってとこです。まああの便器のね底の方に落ちちゃってるやつはねあんまよくわかんないもんでまあ大体だけどね、超大体だけど、まあそんなもんっていう。で柔らかめですね。でおなら時々ありで、匂いは結構臭いところです。まあ相変わらず夏目食べると臭いおなら出るんでねこれはどうにかならんかなとか思ってんだけど、仕事中には絶対おならできないから、もうしたら臭い匂いがね広がる。まあいや、あの空調ついてるもんで、まあ消えるは消えると思うんだけど、な仕事中はあのおなら出ないように我慢してね。我慢するとね、あのお腹の中に戻っていくんだよ、ガスが、戻っていくんだよね。まあそうするとね、あんま良くないんだけどね、体には。だけどまあしょうがないってとこですね。で休憩の時にまあトイレでね、トイレで出すみたいな、そんな感じ。トイレは便器が優秀なんでね、ウォシュレットのなんか除臭機能付きっていうか、ファンが回って匂いを吸ってくれるやつなんでね。まあそんな感じで、今日の気づき、まあ別に気づきって気づきはないんだけど、テーピングだね、テーピング、右手の手首なんかね、仕事中にちょっとね変な風にひねっちゃって、しかもひねった手に重いもん持っちゃったもんで、それでやっちゃったんだよねなんかねやばい痛みが走ったね。でそれ以降ね、あの仕事ね、なんかすごい手首に来る仕事なんだ、手首と腰に来る仕事なんだわ。ギュッとも、あの、なんていうの、圧縮させることとかさ、こうやってギュッと力かけるし、ね、のもあるし、なんかね、とにかくね、手首に来るんだよ。あと、なんていうの、なんかいろいろね、物をね、ぐっと持ったりすると、手首に来るとかね。
で段ボールもね、商品の詰まった段ボールガッと持ち上げるじゃん、ね、手首にくるんだよね。あで、まあ、テーピング巻くとね、もう全然違うね、全然違う。あ、もうかなりいいね、テーピング。あ、やばいなと思った。テーピングってこんなに違うんかと思ったね。あ、バカにできんね、テーピング、うん、ただあの昼ぐらいになるとね、もう、まあ、だから4時間ぐらいだな、4時間ぐらいテーピングしてるとね、もうね、なんか緩くなっちゃうんだよね。緩くなってあんま効果薄くなっちゃうんだよね。なので、まあ昼だね、朝テーピングして昼に取り替えて、まあ仕事するのがベストかなってとこです。うん、なんだけどね、会社の方がね、昼にね外さないでくださいって、うん、ものその物の混入を恐れてだと思うんだけど、うん、外しちゃ、昼に外しちゃダメって言うんだよ。だから緩くなったテーピングでさ仕事しなきゃいかんっていうね、この辺ちょっとどうするかなって。ただテーピング自体の調子はすごい良かったもんで、ああ、やっぱ手首とか痛めた時はテーピング絶対した方がいいなってとこですね。絶対した方がいいですね。魂がテーピング買ってきた方がいいって、ね、言ったんだけど、大正解だったね。ってとこです。まあそれぐらいですね。テーピングが良かったって、まあそれぐらい。で、あと計測ですね。計測、今日の計測時刻が午前9時頃です。ね、先週と同じ時間に測ってます。先週も9時頃測ってるんでね。まあ、今日は9時15分ぐらいだったけどね。ちょっとマッサージやってなかったもんで、マッサージチェアで。マッサージがあれ1回15分ぐらいなんでね。で、まあ、まあ知れてるんですよ、でも15分なんて。同じ時間に測ったっていう見方でいいと思います。で、体重 64.65kg、 先週に比べて 0.65kg の減少です。なんでまあそこそこ体重減ったんだよね。で、 BMI 20.4 でマイナス 0.2、 体脂肪率は 14.1% で 0.9% の減少です。なんでまあ BMI もね 20.0 に近づいてるし、体脂肪率も 0.9% だから、まあ 1% ぐらい減ってんだよ。この間先週も 1% だね、 15.0 で 1% 減ったんだよ。16から15になって 1% 減って、先週ね。で、今週もまあ 0.9% でほぼほぼ 1% だよね。うん、だから、ま、毎週毎週ね、海苔と夏目と豆乳でやってたらね、毎週 1% ずつね体脂肪率減っていくっていうね、超いいじゃんね超健康的だよねうん、まあ、14% だったらすごくいい数字だよね、うん、まあ、10から15の間だね。10から15の間に入ってたらいいかなと思っています。で、血圧112-73、最高血圧-4、最低血圧-7なんで、血圧もちょっと下がってますね。脈拍71で -5、 ウエスト73センチで 1.5 センチの減少です。なんでウエストもだいぶ細くなってますね。これまあ朝ジョギング行ったっていうのもね、あると思うし、その影響もあると思うし、まあでもそれだけじゃないわな、うん、毎日海苔と夏目と豆乳で、しかも海苔15枚、夏目80個で豆乳2キロでやってるもんで、これでやるといい感じに絞れていくっていうね。で、血圧もいい感じに落ち着いてくるし、まあ、ウエストもね細くなっていくし、いいですね、うん、そんなところです。で、まあ、今週、あ、まあ、今日の気づきはこれで、今日というか金曜日の気づきは終わったんで、あと今週の気づきですね。今週の気づきはね、まず不老不死メソッドだね。まあ、ほぼほぼもうこれ完成したんじゃないかなっていう。うん、そんなとこまで来たね。そんなとこまでというか、まあ、そう思った。これ完成したんじゃないかなって思ったね。うん、六星じゃないけど、六星戦術ってあったじゃん。細木和子さんだっけ。ね、前っていうか昔一時期ね有名だったよね。今どうか知らないけど、テレビ見ないからさ分かんないんだけどさ、だからある時から急にテレビ出てこなくなったよね、確かね。今はもうでも活動されてるのかどうかも知らないんだけど、うん、割と有名じゃんね、六星戦術って。私もいろんな気学とかさ、あと仮想風水人相とか手相とかの本とかも持ってたりするし、まあいろいろそういう占い関係とかも、まあ、特に風水がね私はまあちょっと割と本格的にやってたっていうか、風水ね、いろいろまあ試して実験してたから、風水は、
で、まあ、6世の方もしてたんだけど、6世ってさ、ね、12ヶ月で巡りがあるよね。うん、あるよね。うん、で、まあ、この年は、なんか、ね、どういう風になる、体にとって言い悪いとかさ、うん、あとまあね、達成の日とか達成の月とか達成の年とかさ、で大作会とかあったよね、うん、この3ヶ月間は良くない月だよとかさ、であれが方角にもまあ反映されてたりとかさあったよね、うん、であれがね、割とね、あれ本当にあるのかなと思って一時期試してたんだよね、分析してたっていうのかな、自分のその状況とかね、うん、分析してたらね、割となんかある感じはしたんだけど、なんか自分の思い込みでね、多少変わるんだよね、うん、その月が変わるっていうか運が変わる、この境目っていうのかな、境目もね、最初はね1日あたりでね変わってたんだけどね、それがね、なんかあの思い込みが変わってきたらね、15日ぐらいっていうのかな、月の半ばぐらいで変わるようになってきたりね、これ思い込みで変わるんじゃねって思ったけどね、うん、だあの六星占術があれがあると思ったら、そう思い込んでる人はそのようになるんだよ、そのように回っていくんだよ、ないと思ったら影響を受けないんじゃないかなと思った。うん、ラムサはね、ああいう占いは否定してるってか、良くないって言ってるよね、うん、ただね、私はね、あれあると思っちゃったんだよね、で未だにね、やっぱそれがね完全に消えてないもんで影響を受けてるっぽいんだけど、であれ見ると、あの達成の前の年は賢弱だったっけ、賢弱とか言って体になんか影響が出るっていうのかな、悪い影響、痛みとかさ、なんかそういう体に不調が出たりするっていう、そういう月があるんだよね、うん、流れとしてね、そういう時があるっていうのかな、でそれの次に達成が来て、何かが達成されるっていうね、一番まあ運の上がる日時っていうのかな、でそれが終わった後に、今度、なんだっけ、あれなんだっけな、なんか、精神的に良くないことが起きるっていうね、時期があるんだよ。うん、そうやって回っていくんだよね。そっからまた回復してって、で、なんか、金銭的にいい月とかあって、大作会が3、ね、あって、うん。なんか、そういう回り方するんだけどさ。うん。でね、その、月回りとか関係なしにね、何かが達成される時っていうのかな、何かがまあ、出来上がる時っていうのかな、何かがある時っていうのかな、自分の中でね、何かクリアされる時っていうのかな、そういう時の前ってね、やっぱね、なんか体に不調が出るんだよ、痛みとか、こういう手首とかもそうなんだけど、手首痛みとかもそうなんだけど、あとなんか目にちょっとチカッと痛みがしたとか、歯に痛みが出るとか、あとまあ頭に痛みが出るとか、なんかそういうね、体の不調が出た後で何かやっぱね、クリアされることがあるっていうのが、達成されることがあって、でその後ね、やっぱ急になんかね、精神的になんかいろいろ嫌なことがさ起きたりするんだよね、うん、でまさにね、これがあったんだよ、これがあったもんで、あれもしかしたらこれ不老不死メソッド達成かなってね、もう完成かなって思ったわけだ。ちょうどこの流れ、体に不調が出て、であれこれもういけたんじゃないかみたいなのがあって、その後急にね、急に精神的になんかいろいろ出たんで、うん、まあ仕事の方でだけどさ、うん、なんでね、うん、もしかしたらね、うん、これもフローシメソッドできたんじゃないっていうね、うん、でそれがあの、海苔だね。黒海苔ね。漁業組合で作ってる海苔だね。焼いてない海苔っていうのかな。焼いてない海苔。真っ黒の海苔。なんで緑がかってない海苔っていうのかな。焼き海苔じゃない海苔ね。干し海苔なんだけど、干し海苔っていうより真っ黒海苔っていうのかな。干し海苔もね、その、乾燥機にかけてパリッとしてる干し海苔もあるんだよね。色黒いんだけど、パリッとしてるんだわ。でパリッとしていないやつだね、いないやつ、
いないやつの方が栄養価が高いし腹持ちがいいもんで、うん、なので漁業組合の海苔を買うのがいいね漁業組合だ、まあ普通の海苔のメーカーが出してる干し海苔じゃなくって、干し海苔とか焼き海苔じゃなくって、うん、漁業組合が作ってる、まあ、100枚で1000いくらとか2000いくらっていうね、うん、そういう、まあ、黒海苔ですねを1日15枚ね、朝昼晩5枚ずつ取るっていうのと、あと夏目ですね、夏目を、まあ、1日80個だね、うん、まあ、5時定時の仕事だったら、まあ、日中40個だね、仕事に40個持っていって、あと夜に40個食べるみたいな、うん、感じで夏目80個、まあ残業とかあるんだったら60個ぐらい持っていくとかね、ちょっとその辺融通聞かせたりしてさ、でそれプラスあと豆乳ですね、豆乳2キロですね、2キロで、仕事のその運動量とかでエネルギーが足りなくなる場合はココナッツミルクをね、一口ね取るっていう、これあと水だね、あと水、うん、それプラスまあ水はまあ体が干した分だけ取るっていうね、うん、私はだいたいいつも仕事には300持って行ってるけどね、で結構汗かくんでね、かく汗あけけいやそんなことないか、いや汗は出るんだけどそんなダラダラ出れないからね、じわりとなんか汗が出るぐらいな感じっていうのかな、そんなところで結構喉乾くんで、うん、なので水も一応300は持ってってるね、仕事最後終わった時にはもう豆乳空になってるもんで、最後に水ちょっとね飲んでで帰ってくるっていう形、これであの一日やるっていうね、うん、まあ、食事の方に関してはね、うん、それプラスあと朝だね、朝にちょっと瞑想の時間をね5分から10分取るっていう、ここ大事だね、で、あの、瞑想でも、あの、何も考えない無心のね、瞑想じゃなくって、それじゃなくって、思考の作り込みの瞑想ですね。うん、結局、ラモさんも言ってる通り、引き寄せの法則でも言ってる通り、この世界はね、思考でできてんだよな。思考でできてんだよ。ここにあるもの全部思考でできてんだよ。なのでね、思考の作り込み次第なんだよね。若返るかどうかも思考の作り込み次第っていうかさ、成功する失敗するも思考次第っていうのかな。か失敗のことを頭の中で考えてやってたら失敗するんだよ。思考だから。思考が現実化していくもんで、うん、思考によって出来上がるから、から失敗のことを考えてたら失敗が出来上がっちゃうわけだよ。だから成功のことを考えてたら成功が出来上がるわけだよ。ここ大事なんだよね。なので若返るために、不老不死になるためには、もう若返ってる姿を思考するんだよ、うん、つまりイメージでね、頭の中でイメージでもう若返ってる自分を作り出すんだよね。髪の毛真っ黒になってて、で顔もそのデコボコしてない、シワとかもないね、柔らかくって、まあマシュマロ肌っていうのかな、うん、でプリッとしてる感じの肌っていうのかな、若い頃の肌にもうなんか戻った姿っていうのが、戻った姿で、まあ、生活してるっていうね。で、その戻った状態に喜びを感じてる自分を頭の中でイメージして、それをまあ味わうっていうのかな。これ。これの時間をね、朝に10分ぐらい、5分か10分ですね。やりすぎちゃダメだね。絶対やりすぎちゃダメ。やりすぎるとね、続かないんだよ。結局ね、心がね、嫌がっちゃってね、続かなくなっちゃう。しんどくなってきちゃうんで、うん。だけどね、5分か10分ぐらいだったらね、まあちょっと微妙に物足りないぐらいだもんで、そうするとね、もうずっとやれる感じなんだよね。まあその嫌じゃないっていうか、なんか気持ちもいいもんで、若返ってる、やったっていうのを味わうっていうね。これが気持ちがいいもんで、まあ長続きするし、その気持ちよさが若返りにね、まあ働くっていうのかな、若返りをもたらすっていうのかな、なので食事はね、のりとなずめと豆乳で、量もね、今話した通りの量でやるっていうね、量多いとね、やっぱダメなんだよ、若返っていかないんで、量が多いとね、体には負担になっちゃうもんでさ、あと睡眠とストレスだね、
睡眠はやっぱね、午前、じゃあ午後だね、午後10時には寝て、で午前5時に起きるっていうね、ここがいいね、このパターンがいいと思った。まあ、あの5時前に起きたりするけどね、4時ぐらいに、4時とか4時半に目が覚めたりするけどね、うん、まあこのぐらい早寝早起きですね。そうするとね、睡眠の質良くなるもんで、うん、そうすると若返りもねしていくから、うん、で夜更かしとかするとね、若返っていかないんだよ。もう老化のその力が強すぎちゃって、うん、若返っていかないんだよ。あとストレスもね、ストレスもやっぱ強いストレスがかかるとね、一日で髪の毛真っ白になっちゃうぐらいさ、あれ老化の力がものすごいから、なのでストレスもあんまりかからないように、ね、うん、するっていうね、うん、なので思考の方でさ、思考の方でなんかね、やっぱりいいことが起きてるとか、人間関係うまくいってるみたいな思考をすればね、うん、今ストレスが多い人はさ、うん、そういう人間関係うまくいってるって思考をすれば、少しね、少し時間かかるけどね、1ヶ月ぐらいね、1ヶ月ぐらい、あの時間かかるんだよ。まあ物にもよるけどさ、うん、すぐね、すぐ変わったりしないんだよね。まあだんだんとね、だんだんとすぐ変わるようになって、時間が短くなってくみたいだけどさ、うん、最初のうちはやっぱちょっと時間かかる、現実化までの時間がかかるっていうのかな、うん、そういうのがある、ね、あとまあその思考の作り込みの時の感情の強さとかさ、その辺でも変わってくるんだけど、うん、なんでストレスをまあなるべくかからないような、ね、うん、風にして、睡眠の質を良くする、早寝早起きして、で食事はノリとナツメと豆乳で今言った量でやるっていうね、ここ、あと瞑想だね、瞑想で思考の作り組み、これでやったらいけるな、若返りするな、うん、仕事しながらでね、うん、なのでもう全ての人がねできるっていうか、まあ全ての人っていうか、仕事もいろいろあるからね、いろいろあるから、その仕事量、エネルギー量っていうのかな、仕事のエネルギー量でもまあ若干ね、やっぱちょっと調整は必要かもしれないけどね、うん、もっとエネルギーが必要なね仕事だと、ナツメの量もちょっと変えたり、あとココナッツミルクのね量とかも変えたりそれ必要あるかもしれない。ココナッツミルクは中鎖脂肪酸でエネルギーにね即変わるもんで、エネルギー効率がいいもんで、うん、なので、まあ、足りない時はね、うん、ココナッツミルクでちょっと補うみたいな、うん、その辺が必要かなと思う。ただココナッツミルクあんまりたくさん取るとね体に負担になるからね、それは良くないだろうなっていうとこです。うん、まあそんな感じなんで、ココナッツミルクなしでねエネルギー切れると気持ち悪くなるもんで、うん、それはまずいんでね、老化すると思うし、うん、だけどココナッツミルク取るとね気持ち悪さ出ないんでね、うん、ただ空腹感は出るけど、空腹感は出ていいんだよ、うん、空腹感が出てから食事を取ると一番いいんだよね。そうすると一番若返りしやすいんだわ、うん、空腹感がきちんと出た方がいいっていうのかな、うん、お腹すいたでちょっと食べて、またお腹すいたでちょっと食べてっていうやり方が一番若返りする、若返るから、うん、そういうやり方が一番ベストなんだけどね。まあ仕事の場合は休憩の時にしか取れないから、うん、そうも言っとれんって感じだけどさ。そんな感じ。なのでね、不老不死メソッドが、まあ、今週ね、今週ようやく完成したかもしれないっていう、そんなところです。うん、でね、髪の毛、今、まあ、こんな感じなんだけど、こんな感じ。うん、こんな映ってるかな、こう今こんな状態ですね。で後ろ、うん、でね風呂上がりだね、シャワー、まあいつも朝と仕事帰ってきてからですねシャワー浴びるんだけど、風呂から上がってで洗面台の鏡見ると髪の毛がねグレーなんだよ、うん、前までちょっともっと真っ白だったっていうか前まで真っ白だったのに今ねグレーなんだよ、うん、明らかにね黒くなってきてるね、
ょっとびっくりした。あ、いいじゃんみたいな。あ、なんかグレーになってるって。グレーでもまあなんていうの、あ、中間のグレーみたいな感じっていうのかな。白寄りのグレーじゃなくって中間のグレーっていうのかな。の感じでさ、うん、なんかいい感じに黒くなってきてるんだよ。でね、これもね、表面はなんかね白い感じだけど、この表面じゃなくってこの隙間っていうのかな、うん、生え際のなんていうの、この一番その表面と皮膚の間の隙間っていうのかな、隙間見るとね黒いんだよ、うん、でその海苔を食べてから2週間ぐらいした時かな、産毛、黒い真っ黒の産毛がいっぱい入ってきたって話したと思うんだけど、あれが育ってきてて、で黒くなってきてるって感じですね。なのでね、海苔だね、海苔が少なくともその髪の毛を黒くしてるのは間違いないと思うし、あと夏目も血液作る、ね、成分があるもんで、成分が多いっていうか血液作る成分があるもんで、なので夏目もまあ髪の毛黒くしてると思うんだよね。あと今根昆布だね、すき焼きのタレにまあのりつけて食べてるんだけど、あのすき焼きのタレに根昆布だね、これですね、これ根昆布これ入れてんだわ、これ一切れ入れてんだよ、これ一切れね、うん、これをあの手でね、手でパリパリ割って、でミルサーだね、ミルサーであのかき混ぜ、まあ、かけるっていうのかな、ミルサーにかけると、まあ、30秒ぐらいするともう細かな粉になるんだよね、粉になるんだよ、それをすき焼きのタレの中に入れてんだよ、うん、で前レシピ話したけど、すき焼きのタレの作り方は醤油だね、醤油、質のいい醤油を200ミリ入れて、あとみりんだね、みりん、質のいいみりんを200ミリ、うん、で、あと質のいい日本酒を200ミリ、うん。あとは水だね。水。まあ私は生水だけど、井戸水使ってるけど。うん、生水を200ミリですね、うん。で、あと黒糖だね。黒糖。質のいい黒糖を大さじ4杯ですね。大さじ4杯。うん、で、根昆布を一切れですね。一切れ。こんだけですね、こんだけで、みりんとお酒はアルコールあるもんで、なのでちょっと鍋でね、鍋で飛ばすっていう、アルコール飛ばすんだけど、アルコールは79度だったっけな、79度で飛ぶらしいんだよ、沸騰させなくても大丈夫なんだよ。で、沸騰させるとね、みりんと酒のかさが減るんだよね。で、200と200で400を鍋に入れるじゃん。で、沸騰させちゃうとね、最後出した時にね、400ないんだよ。ないんだわ。もったいないもんで、沸騰させない。でも、沸騰しないギリギリのところで、30分ぐらいやっとく。30分ぐらい。そうすると、アルコール飛ぶんだわ。うん。沸騰させたらね、もっとすぐになくなるね。5分ぐらいもしてたら、完全にアルコール飛ぶんだけどさ、沸騰させればね。だけどその場合みりんとお酒のかさが減るもんで、なるべくかさ減らないようにしたいから、うん、で沸騰100度で沸騰させなくても79度で、ね、アルコール飛ぶんだから、うん、だから沸騰させない方がいいわけだよ、かさも減らないからさ、ね、うん、だから下の方はブツブツブがさ、ね、気泡がいっぱい出てくるんだけど、鍋の下の方にその気泡が上まで上がらない状態っていうのかな、上がらない温度でやるっていう、うん、そんな感じで、うん、そうすると、まあ、みりんとお酒のかさもね変わらず、うん、ほぼ変わらずで、それでいて、あ、まあ、アルコールも抜けるから、アルコールの匂いとかもしないし、味ね、舐めてみたりしてもね、アルコールはまあ味しないっていうか、アルコールの味はしないもんで、まあ匂いがしなくなったら大丈夫だけどさ、うん、まあそうやってアルコールを飛ばす、なるべくね、かさが減らないようにね、沸騰させないように、
でもあんまり温度低いとアルコールも飛ばないからね。沸騰する直前っていうかな、沸騰する手前ぐらいの温度でやるっていうね。まあ、そうやってアルコールだけ飛ばしたね、みりんとお酒、ね、のところに醤油入れて、で水入れて、でまあ味を整えて、あとはまああの黒糖4大さじ4ですね。黒糖はもう先に瓶の中に入れとく方がいいですね、うん、瓶の中に入れといて、で温まったみりんとお酒を混ぜね、流し込んでかき混ぜるとすぐ溶けるもん でそこにまあ醤油と水を入れるって形ですね、うん、水はまあ最後にね入れたら容器をねきれいに洗えるじゃん、うん、鍋にもね、鍋にもちょっとみりんがさ、ね、全部みりん出しても、みりんとお酒出しても鍋にちょっと付着してるんだよね、みりんとお酒が。だからそこにまあ水入れてね、かき混ぜてると残ったね、鍋に付着したみりんとお酒もまあきれいにね、水の中にね溶け込ませることができるもんで、まあ、そうやってまあなるべく無駄がないようにね作ってるんだけど、まあそんな感じで、みりんと酒と醤油とあと水は200でね。で、黒糖大さじ4杯。まあ黒糖は4杯じゃなくてもいいと思うけどな。うん、甘さは好みがあるもんで、ね。甘さ控えめだったらもうちょっと少なくていいと思うし、大さじ3杯とか2杯とかでもいいと思うけど、私は今のところ4杯でやってる、作ってるってとこです。で、根昆布がこの、髪の毛にね、髪の毛にいいもんで、髪の毛を黒くするし、あと量も増えるから、うん、前に話したね、あの海藻利用の科学だったかな、うん、っていう本だったかな、うん、あそこで、まあ、昆布のエキスを使ったね、あの頭の髪の毛の実験があったんだけど、まあ、髪の毛は黒くなっていって、しかも量が増えるっていうね、うん、ハゲがなくなるっていうね、そういう実験があったわけだよね、うん、でそれに使ってたのがガニアシで、まあ、昆布の根っこだったわけだ、うん、だけど昆布の根っこガニアシ売ってないんだよね、うん、だけど根昆布は売ってるんだよ、根昆布は売ってて、まあ、これが昆布のまあ根っこ付近のまあ昆布だもんで、なんかガニアシに含まれてる成分にまあ近いっていうのかな、近いっていうか、まあガニアシに含まれてる成分が比較的まだね多くこっちに入ってるんじゃないかなと思うんで、昆布の上の方に比べたらね、ね、うん、だもんで普通の昆布を買うよりは根昆布を買った方がいいっていうのかな、まあ、髪の毛の若返りを求めるのであればね、うん、まあそんな感じで使うのは根昆布ですね。根昆布をまあミルサーで細かくしてね、粉末状にしてすき焼きのタレの中に入れる。そうするとまあ昆布のエキスも出るし、だからそれは髪にいいし、あと味わいも良くなるしね。昆布だしが効くからさ。まあそういう風に作ってるってところです。なのでまあ海苔も髪の毛ねにいいっていうか、髪の毛を黒くしてくれて、まあ増えるっていうか、実際にまあ海苔だけでやってた時にその真っ黒な産毛がねいっぱい生えてきたっていうのがあったんで、海苔は間違いないんだよね。海苔プラスその根昆布だね、根昆布。まあこの辺でやるのがまあ一番いいかなっていうね。であとはナツメだね、ナツメ。ナツメも海苔もその血液を作るっていうね、栄養素っていうのかなが入ってるわけもん、まあ、が入ってるもんで。で、まあそれが若返りにね、働くっていうのかな。まあそういう仕組みってとこですね。うん、だから海苔とナツメ、海苔とナツメ、ここは外せないってところです。それで、まあ、今海苔と夏目と豆乳で28日目なんだよね、金曜日で28日目なんだけど、うん、まあ1ヶ月ぐらいだね、1ヶ月ぐらいやったわけだ、うん、やったわけだ。だけど私ね、海苔だね、海苔を食べ始めたのは1月5日なんだよね。1月5日から海苔食べ始めてんだよ。で夏目は1月20日だね、20日から食べ始めてる。海苔はまあ、今年に入っ
ってからだよね。1月の5日だからね。今年に入って割とまあすぐ食べ始めてるんだけど、まあ夏目はそれよりちょっと遅れてからだね。20日だもんでね。まあ、半月ほど経ってから食べ始めてる。で、海苔と夏目と豆乳にしたのが2月12日からなんだよね。うん、だけどまあ海苔は1月からなんで、うん、で、まあ、今3月だよね。3月の今11だよね。うん、2ヶ月かな、2ヶ月。2ヶ月ぐらい海苔食べてると、まあ、このぐらいになるってことだね。なんか鏡見た時に明らかにね、明らかに黒くなってきてるぞ、これ、みたいな。そういう実感が湧くっていうのかな。湧くレベルになるっていうのかな。に2ヶ月だね。海苔食べ始めて2ヶ月。ただ、まあ、最初の方とか海苔結構な量食べてたんで、30枚とかさ、食べてたじゃん。今15枚だけどさ、うん、だそういう海苔の量とかもまあ影響してる可能性があるんで、だ海苔を1日15枚夏目80個で豆乳2キロでやった場合ね、最初からね、最初からこれでやった場合何日でどのぐらいのね感じになるのか、うん、若返るのかっていうのはまあ半然としないっていうのかな。それはまあ他の人がね、これからまあ同じ実験をするそういう人がね多分出てくるはずだから出てくるはずだ、よし自分もやってみようっていうね人が絶対出てくると思う。まあね、すごい楽だよこれ。海苔と夏目豆乳、海苔もねすき焼きのタレで食べたら美味しいしさ、いくらでもいけるって感じだよ。夏目も甘くて美味しいしさ、うん、なんかね、なんとなくね、夏目ってね、食べてるとね、なんか菓子パンのような味だなとか思ったりするんだよ。菓子パン。まあ、わかる人はわかるかなっていうぐらいだけどさ。まあ、木の実は木の実。ちょっと甘い木の実なんだけど、うん。なんかね、まあ、ちょっと乾燥させたね、夏目、うん。食べてるとね、なんかちょっと菓子パンっぽい感じもするんだよね、味わいとして。あ、結構美味しいんだわ、美味しいで、エネルギーもあるし、あの夏目がないとね仕事はきついと思う。あ、夏目で持ってるようなもんだからさ、まあ夏目と豆乳だわな、うん、夏目が一番エネルギーになってる感じがするもんで、実感としてね、うん、まあ仕事するなら夏目は絶対必要だけど、うん、あの夏目も美味しいんだよ。もういくらでもいけるって感じなんだよ。で、豆乳も質のいい豆乳ならね、いくらでもいけるって。豆乳はね、いろいろ出てるけど、やっぱ値段のちょっと高いやつの方がね、やっぱ美味しいね。うん、で、買うんなら絶対無調整豆乳だね。調整豆乳だといろいろもの入ってるから、添加物とか入ってるし、砂糖とか入ってたりするし。そうそう、結局ね、それが若返り阻害する可能性があるもんで、買うんなら無調整豆乳ですね。無調整豆乳で質のいいやつだね。を、まあ自分の生活圏内の中で、まあ見つけて、それを使うっていうのが一番いいんじゃないかなってところです。まあ最悪なかったらネットでね、取り寄せるっていう形になると思います。夏目はね、今んとこまあ、業務スーパーで買ってんだけど、業務スーパーが一番安くていいもんで、まあちょっと値上がりしたけどね。50円ぐらい値上がりしたんだけど、まあそれでもまだ安いもんで、うん、なんか業務スーパーがあるんだったら業務スーパーでも、業務スーパーでもね、売ってる店と売ってない店あったんで、夏目売ってなかったら、まあそのお店に直接ね電話して、で置いてくださいって言うとかね。うん、あとはまあ神戸物産ってところがそれ作ってるもんで、なんか神戸物産にまあ直接電話してさ、どこに行ったら買えますかみたいな、あるいは直接買えますかみたいな聞いたら、まあなんか答えね、反応があるかもしれないし、それかあとはネットだね。ネットアマゾンとかでも夏目結構売ってるんで、値段倍ぐらいするけど、安いやつでもさ、うん、だけど売ってるんで、まあネットでも買えるんで、一応まあ買うね、買ったらいいんじゃないかなって。私もまあちょっと金銭的にね余裕ができてきたら、あ、まあね、ネットで買える夏目とかいろいろね試してみて、そしたら、あ、ここのなんか夏目なんかすごい調子いいぞっていうか、うん、味もいいし物も大きいしね、うん、なんか調子いいぞ、なんかエネルギーにすごくなってる感じがするとかさ、あるかもしれないんで、
いろいろ食べ比べとかねしてみようと思ってるけどね、実験っていうか、うん、なんで、まあ、今後ね、今は業務スーパーの夏目だけね食べてるけど、まあ、今後はちょっとネットで買える夏目をね、いろいろネットとかあとメルカリだね、メルカリにも夏目、まあ、売ってたもんで、ネットやメルカリとかまあいろいろね買えるところの夏目は全部取り寄せて、でまあ食べ比べてみようかなと思ってます。まあそんなに違わないと思うけどな、そこまで。ただ無農薬の夏目とかちょっと気になってるんで、あれ農薬どのぐらい使ってんだろうなと。ただ食べた時に農薬の味とかはしないけどさ、今食べてるやつは。まあそういうのもね、食べ比べてみたら案外違ったりするかもしれないんで、まあそれ今後やっていこうかなってとこです。豆乳はね、今んとこも豆蔵の豆乳がもうピカイチっていうかダントツなんでね、ダントツ美味しいんであれが、まあ美味しいっていうかね、豆の臭みっていうのかな、あるもんで、まあ分かれると思うけどね、意見は分かれると思う、人によってね向き不向きはあると思うけどね、明楽の有機豆乳あれだったらね万人受けするんで、あれ臭みないんでね、ただなんかちょっと薄い感じがするっていうのかな、水で薄めた感じがするっていうのかな、まあ水で薄めてるんだけどさ、豆乳ってどれもね、なんで、まあ好みのやつだよね、好みのものでやっていくのがいいんじゃないかなと思うけど、私は豆蔵豆乳が一番ですね、今のところ自分の生活圏内の中では豆蔵豆乳が一番、でも250円ぐらい1リットルね、250円ぐらいするやつだと、ただキッコーマンもなんか質のいいやつ出してたと思うし、あとそうなんかね、大塚製薬だったかな、もうなんか質のいい豆乳出してたよね、あれ950ミリだったっけな、なんか中途半端な量だった気がするけど、そういうのとかね、質のいい豆乳を、まあ、1リットルで、まあ、2、300円ぐらいのやつね、を買うのがいいんじゃないかなってところです。それでやるって。1日2リットルでやるって。海苔は、まあ、漁業組合の海苔なんで、漁業組合の海苔をどっかでね、買うって。どっかで手に入れるって。まあ、ネットで調べて漁業組合に直接電話するとかさ。漁業組合のそういうね工場とかあるわけだから、電話したらそのどこで買えますよとかさ、あるいはもうね段ボール一箱で買うみたいな、直接ね。ただ海苔もね、海苔も傷みやすいんでね、いや傷みやすくはないんだけど、やっぱ風味とか飛んじゃったりするんでね、冷凍庫に入れとけば、冷凍庫もしくは冷蔵庫に入れとけばいいけどさ、常温保存しとくとね、割とやっぱ風味とか飛んでちゃったりするんでね、あんまり大量に買い込むのもどうかなとか思うんで、なるべくね、なるべくまあ300枚とかそれぐらいで買うのがいいんじゃないかなって思ってます。どっかでね、まあネットでもおそらく買えるところはあると思うけどな、でもうまいね、ここ三河だからさ、三河だからまあ三河の海苔今食べてるんだけど、例えば佐賀だったらさ、ね、佐賀の海苔って有名じゃん、美味しいじゃんね、美味しい海苔なんだわ、佐賀の海苔とかさ、九州の方とかもね有名じゃんね、あとまあ三重県伊勢の方でも海苔作ってるし、海苔作ってるよね、ね、あとまあ瀬戸内海の方とかさ、そういうところの海苔とかだとやっぱね、またね、良かったりするから、佐賀海苔とかね、近くで買えたら最高じゃんな。そんな感じで、まあそのね、自分が住んでるところでね、買える海苔をまあ買うのがいいってところです。で、なるべく火通してない海苔ですね。火通してない海苔っていうか、焼いてない海苔、乾燥機にもあんまりかけてない海苔ですね。を買う方がまあ若返りにはいいってとこですね。まあそんな感じで今週はそういうね、そういうことが分かったっていう、わすっごい45分も話しちゃった。編集が大変になる、ね、
まあ、そういうね、その不老不死メソッドがね、もうこれ完成したんじゃないかってね、思える時があったって思えるよう、思える、まあ、状態、思えるところまで来たっていうのかな。うん、それがまあ今週の、まあ、結果報告です、うん、そんな感じ、そんだけかな。まあ仕事しながらできるメソッドだからいいよね、うん、これだったらまあみんなやれるもんで、うん、で今後ね、今後もこの状態でやっていきます。のり15枚、厚め80個で豆乳2キロですね、まあ、これでやっていく。あとまあココナッツミルクをまあ少し取るって形でやっていきます。で一応ね、今日土曜日なんだけど、土曜日で買い出しちょっと行っていきます、うん、あの海苔を買ってくるんで、海苔がもうあと95枚かな、あと95枚あるんだけど、あもうちょっとあるか、もうちょっとあるけどな、うん、あとまあちょっと乾燥機にかかってる干し海苔が少しあるけどさ、まあ1週間は持つけど、とりあえずちょっと海苔買ってこよう、補充してこようと思うんで、なんで、まあ、海苔300枚ぐらいね、ちょっと買ってきます。まあ、安い海苔でいいんだけどさ、うん、1300円ぐらいの海苔でいいんだけど、100枚1300円って。うん、で、まあ、その時にね、その時になんか干し芋がちょっとあったら、もしね、もし売ってたら干し芋ちょっと買っちゃうかもしれないですね。うん、まあ、それはいいかなと思ってます。うん、そんだけですね。うん、まあ、今後はとにかく、そのね、海苔と夏目と豆乳、もうとにかくこれで、まあ、当分これでやっていく、当分っていうかもうずっとやっていくかもしれないですね。ずっとこれで不老不死メソッド完成だったらもうこれでいいもんで、もうこれでずっとやっていくって形、うん、あとはまあ魂がね、魂がなんかこれ取った方がいいとかいうものがまたね新しく出てきたらちょっと試すかもしれないけど、うん、まあこれでいい、ね、海苔と夏目と豆乳で、まあ、当分やっていこうかなと思っています。そんだけだな、そんだけですね、うん、それで若返りの具合を見る。今ね、風呂から出た時のね、その肌の感じ、体のね、体の肌の感じとかもね、もうだいぶ違うんだよ前と。なんかね、やっぱね、若返ってきてるんだよ。若い頃の肌触りっていうのかな、肌の柔らかさっていうのかな、弾力性っていうのかな、うん、なんかね、年取ってくるとね、肌がね、やっぱたるんでくるっていうかね、力がない感じになってくる。弾力がなくなってくるっていうかね、うん、力がないなーっていう感じの肌になるんだよね。で、それがさ、海苔と夏目と豆乳でやってたらさ、戻ってくんだよ。若い頃の肌の感じに戻ってくんだよ。あ、これだ、これ前、昔これだったよ、みたいな。うん、シャワー浴びてる時にさ、肌とかね、見るじゃん、見るし触るじゃん、あ若い頃の肌だもんね、あ若返ってんだよ、うん、だからこのままやってったら大丈夫だなと思った。髪の毛も明らかに黒くなってってるし、うん、で肌の状態もいいってとこですね、うん、でもね、やっぱね、日中ね、太陽の光に当たるとね、やっぱシミだね、シミちょっとできるな、ちょっとできるね、やっぱり太陽光をちょっとやっぱ気にした方がいいなと思った、うん、まあね、紫外線対策だわな、うん、なんで紫外線用のクリームだわね、そういうのまあ塗った方がいいのは間違いないと思ったけどね。ジョギングで汗かくとね、やっぱ落ちてくるんでね、アネサでも落ちてきたんでね、まあ、とりあえずなしていくけど、うん、まあ私の場合は別に多少シミができてもね、別に気にしないっていうか、そんな気にしないんでね、恋愛もしないし結婚もしないし、ね、セックスもしないんでね、うん、だからまあその辺気にしないんだけどさ、女性の場合はね、女性の場合はやっぱりなんかね、つけてた方がいいんじゃないかなと思います。日焼け止めですね、日焼け止め、まあ、毎週とりあえず髪の毛の状態は撮影しようかな、毎週ね。割と1週間でもね、結構変わるなと思った。ま、先週の時とね、今週でね、やっぱ髪の毛の色合い全然違うんだわ、うん、髪の、あの鏡見てるとね、うん、でもね、撮影だとね、なんかね、あんま分かりにくいね、
先週分をその動画の編集作業中に見てたんだけどさ、あれって思ったね。あれなんか分かりにくいな、そんなに変わってないように見えるんだけどみたいなあの照明をさガンガンあれ数字変更できるんだけど、今使ってる照明光の量をね調節できるようになってんだけど、99にしてんだよ、最大にしてんだけどね、両方とも最大で2箇所からね光当ててんだけど、その光の反射でね白くなってんじゃないかなっていう、髪の毛がね、髪の毛って反射するじゃん光を、反射すると白くなるじゃんね、うん、そういうのでちょっとねあの色が分かりにくくなってるのかとか思ったけどね、うん、自分でねその鏡見てね、感じるものと撮影したやつを見るのではねだいぶ違うなと思った、うん、だけど毎週ね毎週こうやって撮影してたらね、うん、分かると思うんだよ、うん、分かる、もうだんだん黒くなっていってるのが分かると思う。あと肌の感じとかもね、やっぱ若返っていったらその顔の雰囲気がさ、あれやっぱ変わってきてるなっていうのが分かると思うんだよ。だからまあ続けていこうと思っています、うん、もうでもねちょっとビデオカメラさすがにね新しく買わないとまずいかなと思ってるけどね、うん、いろいろちょっとやっぱ不具合が出てきてるんでね、うん、カラカラ音するしさ、うん、まあその辺ちょっとね、あ、まあ早めにね、早めにちょっと予備のビデオカメラをね買うかもしれないって、あとできたらパソコンもねグラフィックボードを変えたいなとか思ってるとこですね、編集に支障があるんでね、そんだけですね。あとはまあ続けることかな、うん、とにかく続ける。でその階層利用の科学っていう本の中でもその髪の毛が完全にハゲがなくなってでもう復活したっていうのかな、完全にいい感じの状態まで行くのに1年かかってたんでね、1年なのでやっぱ1年ぐらいは見ないとなと思っています。だからあ、まあ、2023年だね、1月5日から海苔だね食べ始めてるもんで、まあ、2023年に入った時にその髪の毛とか肌の感じ若返り具合がどうなってるのかっていうね、1年やってみてねどうなってるのかっていうね、ここを見たいですね、うん、1年あったらねだいぶ変わってると思う、うん、だいぶいい感じになってると思う、やる価値はあるなと思えるだけのね状態になってると思うから、うん、とにかく1年ね、1年乗ると夏目と豆乳これでやっていくっていうねそのところです。ただまああの干し芋とかはね、干し芋とかはまあ時々ね食べてもいいかなってところです。そんだけですね、うん、ちょっとねこれ54分、まあ1時間ぐらい話しちゃってるんでね、多分動画編集しても結構いっちゃうね、2時間半とかいっちゃうんだろうな。で多分土曜日には編集終わんないもんで、もう日曜日でももしかしたら終わんないかもしれないですね。終わんなかったらまあ月曜日以降平日の夜にね少しずつやって、でまあ出来上がったところでアップロードって形になると思うけど、うん、まあそんな感じです。そんだけかな、うん、あとまあ運動だね、運動、ジョギングもしてるけどさ、ジョギングをねちょっと今後もしかしたら増やすかもしれないですね。やっぱ週1日だけだとね、ちょっと少なすぎな感じがするんで、うん、全然その進歩していかないっていうか、うん、体が作り込めていかないもんで、なんでまあ仕事から帰ってきてからだね、朝は時間ないもんで、ジョギングしてる時間ないもんで朝はね、仕事終わって帰ってきて、でそっからいつもシャワー浴びてるんだけど、シャワー浴びる前にジョギングでね5キロ走ってからシャワー浴びるっていう形ですね。まあそういう日もちょっとちょこちょこね作っていこうかなと思っています、うん、まあそんなところです。ジョギングはまあ大事なんでね、あとまあウエイトトレーニングもね少しでいいんでね、ちょっとやっていこうかなと思ってます、うん、そしたら実験
験生活1420日から1426日までですね。3月5日から3月11日までの7日間ですね。生活実験だと22日から28日目までが完了です。それではまた来週。